ドロタ・シュデクは、ポーランド出身の女性フィギュアスケート選手。1999年世界フィギュアスケート選手権、銅メダリスト。1998年長野オリンピック、2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピックペアポーランド代表。旧姓での登録名は、ドロタ・ザゴルスカ、パートナーは、夫でもあるマリウス・シュデク。 クラックフに生まれ5歳の時にスケートを始めた。当初はシングルスケーターとして活動を開始した後に、ヤヌシコマンデラと組み、ペアスケーターに転校、ほどなく解散した。1994年、マリウス・シュデクトペアを結成し、シニアクラスに転校。1995から1996年シーズンには ISU グランプリシリーズに参戦を果たした。 長野オリンピックを控えた1997から1998年シーズンには、オンドレ・ネペラメモリアルで優勝を果たす。長野オリンピックでは10位に終わったものの、1998年世界選手権では5位入賞を果たした。翌1998から1999年シーズン、ISU グランプリシリーズでは制裁を書いたものの、1999年、 欧州選手権で2位、1999年世界選手権では3位となり、ポーランドに世界選手権初のメダルをもたらした。1999から2000年シーズン、NHK 杯とラリック杯で ISU グランプリシリーズ初表彰台の3位となり、2000年欧州選手権では2年連続の2位となったが、2000年世界選手権では5位入賞に止まった。これ以後、 世界選手権では表彰台から遠ざかることになる。2000年5月13日、パートナーでもあるマリウス・シュデクと結婚。2度目のオリンピックとなった2002年、ソルトレークシティオリンピックでは7位に終わった。2004年欧州選手権で3位となり、4年ぶりにメダルを獲得。3度目のオリンピックとなった2006年、トリノオリンピックでは9位に沈んだ。 1994年の結婚後も登録名は旧姓のザゴルスカを使用していたが2006から2007年シーズンでの引退を決意しシュデク制で大会に出場2007年欧州選手権で3年ぶりの3位となり迎えた2007年世界選手権ではパートナーのマリウスシュデクの怪我によりフリースケーティングを棄権同シーズン終了後に引退した 引退後は夫婦揃って、コーチに転身、またフィギュアスケート技術審判員としても活動している。ポーランドゴラテン本寺、ドヨタ・シャデック、ありがとうございます。